ルーブル美術館にあるガニュメデースの共像、ガニュメデースは、ギリシア神話の登場人物である、イーュオスの王子で、美少年だったと言われる。オリュムポス12神に、不死の酒ネクタールを給仕するとも、ゼウスの杯きを捧ぐ下持つとも言われる。元来は大地に、天の雨をもたらす神だったと考えられており、ベーダ神話の相馬との関連も指摘されている。 日本語では長母音を省略して、ガニュメデス、ラテン語形で、ガニュメデとも呼称される。ホメーロスによれば、トロイア初代のオートロースの子、イーロスとアッサラコスの兄弟とされる。アポロドーロスによれば、母は、カシンスカマンドロスの娘カリロエーである。後代の伝承には、父をラオメドオン、イーロス、アッサラコス、エリクトニオスなどとするものもある。一般には、ガメデスが、 神々の救治となったのは、以下の事情によるとされる。オリュムポスの神々に救治するのは、元は、大宮ゼウスとその精細、ヘーラーの娘、青春の女神であるヘイベイの役割であった。ゼウスの子、英雄ヘイラクレースが死後、神々の列に加えられた時、ヘイラクレースを憎んだヘーラーはようやくヘ、ヘイラクレースと和解し、その娘ヘイベイが妻としてヘ、ヘイラクレースに与えられた。 このため神々の宴席に給仕する者が亡くなった。ゼウスはガニュメーデースの美しさを愛し、ガニュメーデースをさらい、オリュムポスの給仕とした。この仕事のためにガニュメーデースには永遠の若さと不死が与えられた。また代償としてその父に早い神明が与えられた。ガニュメーデースの誘拐には諸説がある。まず、 ガニュメーデースをさらったのは誰かについて遺伝があり、神々たち、ゼウス自身、ゼウスの使いの足、ゼウスが、ワシの姿に変じてさらったなどの説がある。一方で、タンタロス、または、ミーノース、エーオオースがさらったという伝承もある。また、ガニュメーデースがさらわれた場所は、一般にトローアスのイーデーさんであると、コメーロス他では言われる。他方で、 同盟のクレータ島の山、またはエウボイアの山、ミューシアのハルパゲという場所であるとの説もある。また、ヘイラクレースに与えられる前の平米が休時中に、転んであられもない姿になったので、ゼウスは彼女に免職を言い渡し、その代わりとしてガニュメデースをさらったとも言われる。ワシザは、 ガニュメーデースを誘拐する時のゼウスの姿。水亀座は、ネクタールを給仕するガニュメーデースと酒壺にそれぞれ見立てられたものである。この他、木星の衛星、ガニメデの名は、ガニュメーデースから取られている。ありがとうございます。